入学して2ヶ月が経ちましたが、どうですか？はい、2ヶ月、本当あっという間でした。山菜に詳しい人がいたり、植物に詳しい人がいたり、鳥に詳しい人がいたり、本当にいろんな人がいて、今までなかった刺激が毎日のようにあってとても楽しいです。まだまだ学び始めの段階だと思うので、これから詳しくなっていけるように頑張りたいと思います。ちなみに吉田さんは休みの日とかは何をしてるんですか？休みの日は今はまだバイトをやって、ほとんどバイトで埋まってしまっているので、なるべく、アウトドアというか、アウトドアなのにアウトドアじゃない感じになっているので山に登ったりとかしたいなと思って。ありがとうございました。